大根。大根、大根、学名、ラフーネスサチベスバル、ロンピネタスは、油中大根族の越年層で、野菜として広く栽培される。主に肥大した根を食用とするほか、種子から油を取ることもある。緑黄色野菜でもあり、単色野菜でもある。名前の由来は、大きな根を意味する大根から。多くの品種があり、根の長さ、 太さなどの形状が多様。また川の色も白以外に赤、緑、紫、黄、黒などがあり、地域によっては白よりも普通である。日本ではほとんどが白い品種で、し白、青白の別名もこれに基づく。原産地は確定されていないが、地中海地方や中東と考えられている。紀元前2200年の古代エジプトで、今の20日大根に近いものが、 ピラミッド建設労働者の食料とされていたのが、最古の栽培録とされ、その後ユーラシアの各地へ伝わる。日本には、弥生時代には伝わっており、平安時代中期の和名類受賞巻十七歳祖父には、塩菜類として、お骨が挙げられている。ちなみに、浜大根、またはの大根と見られる、小骨も栽培され、現在の貝割れ大根として用いられていた。江戸時代には、 関東の江戸近郊である板橋、練馬、浦和、三浦半島あたりが特産地となり、その中で練馬大根は特に有名であった。大根は日本においては品種、調理法とも豊富である。世界一大きくて重い桜島大根、世界一長い森口大根などの種類があり、日本人の食卓、鍋、料理、おでん等には欠かすことのできな野菜となっている。 葉は、ビタミン A を多く含み、青汁の原料として使われる。汁は、ビタミン C やジアスターゼを多く含む。野菜としての位置づけにおいては、春の七草の一つ、鈴代であり、薬味や煮込み料理にも使われるなど、利用の幅は広い。薬草であり、消化酵素を持ち、血栓防止作用や、下毒作用がある。根室用は、鵜上服用で、 いただき商用は大きい。太い主根は主軸が肥大して食用となる。収穫せず春を迎えれば油なぞくと似たアーベニールを帯びた白花親や,やまばらにつける。果実の出質数は油なぞくより少ない。茎は葉の付け根の低い三角水部分で食用にされない。また一般的に根と呼ばれる食用部分のうち地上部分は発生学的には 根ではなく、肺軸に由来する中間的な性質を持っている。青首大根では特に目立ち、ジャガイモ同様、光に応じて葉緑体を発達させる茎の性質を示している。茎、肺軸、根の区別は、同感の位置で区別できるが、ヒゲ根、二次根でも見分けられる。根の部分は、両側一列ずつ二次根が発生し、店先の大根ではその痕跡がくぼんだ。 点の列として観察できる。アブラナ属の株、株では丸く肥大する食用部分が肺軸で根はヒゲ根となって食用にされない。栽培種も変種 R サチベスバルロンピネタスとして扱われるが原種ははっきりしていない。染色体は N イコール9でアブラナ属の多くの野菜と同様自家不和合性を持ち交雑しやすい。 遺伝的研究から日本の大根はヨーロッパ系統、ネパール系統とは差が大きく中国南方系統に近いことが確認されている。なお赤坂の天才、天才を形状と用途から砂糖大根、砂糖大根と呼ぶが大根とはメレベルで異なる遠藤一種である。品種として有名なもの以外に各地で地大根、地野菜が 栽培用されていた。1980年の文献には全国で110品種が記録されている。特に九州南部は独自性が強いとされている。栽培、統計上は春大根、夏大根、秋冬大根に区分され、秋冬が全体の7割を占め、春と夏が残りを分け合う。収穫量順、農林水産省、平成22年では千葉県、 北海道、青森県、宮崎県、鹿児島県、神奈川県で全国生産量の半分を占める。平成22年度生産量は全国で117万トン。日本の大根生産量は作付け面積、収穫量とも減少傾向にある。主に生食、または加熱調理される。保存用に漬物、乾物とされるほか、辛味を生かして、 香辛料ともなる。大根は首、歯に近い部分は汁が多くて甘く、先、地に深い先端部分は汁が少なく辛い。このため、首の部分は生で、サラダに、先は大根おろしなど薬味に向く。タコやイカの煮込み料理に用いられるのは、大根の酵素がこれらを柔らかくするため。栄養価が高く、春の七草のしろ、清白でもある。おひたし、味噌汁の具。 漬物として用いられる炒め物にして食べると栄養の吸収が良いと言われるまた株の葉同様刻んで飯に炊き込んだものはなめしとなる食材としての大根はビタミン c 以外に目立った栄養はないカロリーは少なくジアスターゼを多く含み消化を助ける効能もあるためダイエットフードとしても注目されている 葉付き大根はそのまま置くと栄養価が下がるので、葉を切り落として二等分にし、切断面を密封して立てて保存すると良い。大根は生でも煮ても焼いても消化が良く、食当たりしないので、何をやっても当たらない役者を大根役者と呼ぶ。同じ理由で、なかなか当たりを打てない野球の打者を大根バッターと呼ぶ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。